ガレージの床に塗装することは決めたんだけど、実際何色がいいんだろう。塗った後で後悔はしたくない。何かヒントになる資料はないんだろうか。はい、長井です。ガレージに床塗装しようと決心した時に選べるカラーはたくさんあります。だけど色見本だけ渡されても何色を選んでいいかよくわからない。色見本の色はわかるけれど、実際ガレージに塗った時には自分の好きな色を塗って大丈夫なんだろうか。車選ぶ時は赤とか黄色とか黒とかありえるけど、床に黒とか黄色とかは黒はありえないのかな。でも色こだわりたいしな。そういう方はお客様の中にも結構いらっしゃいます。また旦那さんはこの色がいいなと思って奥様に相談すると当てが外れて、奥様はそんな強い色やめてよ、オーソドックスな目立たないのがいいんじゃないのと言われて撃沈される方もいらっしゃいます。旦那さんが実際ブルーを選ばれて30分後にやっぱりグレーにしてと奥さんにプールみたいだからやめてと言われたとかですね、実際にあるわけなんです。この色がいいですよとか私では言えないので、実際それじゃあ仕上がった色を見て参考にしていただきたいと思います。ちょっとお断りしておきたいのですが、オーソドックスなグレーを選ばれる方がね、だいたい 90% ぐらいおられるので、あんまりいろんな色のガレージやってないんですね。そこでガレージでないところも含めて、また仕上がりも薄膜厚膜織り交ぜながら見ていただきたいと思います。これがオーソドックスなライトグレーの床です。ほとんどの方がこの色を選ばれているみたいです。実は今までに何百件ものガレージを仕上げていますが、本当に 90% 以上はなんだかんだ言ってライトグレーに収まる人が多いです。それではこれがもう少し濃くなったグレーです。こちらは滑り止め加工をしてあるのでちょっとイメージが違うかもしれませんが、お許しください。これはインナーガレージのように見えるんですが、お家がおしゃれに作ってあってですね、そのために天井が所々素通しになっているところがあるんです。だから雨が落ちてくるんです。日差しもあるんです。それで滑り止めにしました。あと補足ですが、コンクリートがまだら模様に仕上がる、まあ不具合というかですね、まあ色がこんな風になっちゃった場合、これちょっとひどいと思いますが、なぜか工場とか倉庫のね、大口の現場のコンクリートには出ないんですが、なぜかホタテのアプローチなどにはたまに出る色ムラなんです。私はコンクリートの専門家ではないのでよくわからないんですが、まあ誰かなぜこのようになるのかわかる人がいたらコメント欄で教えていただけると嬉しいです。このようなムラが出るとお客様納得しないためにクレーム扱いになって、私どもにハウスメーカーさんから相談が来ることがあります。このような場合はライトグレー、コンクリートに近いグレーで塗装して解決することが多いです。続いて濃いグレー、時折自分もグレーがいいけどみんなと同じライトグレーじゃちょっとという人は、ちょっと濃いめのグレーを使う人もいます。まあ、最近の例では車のガラスコーティング屋さんで濃いめのグレーを使われた方がいらっしゃいました。理由はネット集客に使う画像を撮るときに、知り合いのカメラマンが少し濃いめのグレーを選んでおくとマッチングがいいよと言われたそうです。次にブルー。ブルーを選ぶ方はね、たまーにおられます。これ、ブルー塗るとね、明らかに塗った感があって美しいイメージです。ちなみにブルーを選ばれる方は、シャッターを閉めるとね、見えなくなるインナーガレージをお持ちの方がほとんどです。何が言いたいかというと、外部にブルー塗るとプールサイドみたいになっちゃうので、今のところ外部にブルーを塗った方は一人もいらっしゃいません。次にベージュ。これはライトグレーでは、ちょっとみんなと同じで面白くないのでという方は、ベージュにして少しこう横に反らすというかですね、塗った感が出るようにしたいということなんですね。ベージュだとこんな感じになります。次にレッド。こちらのお客様はコカ・コーラのロゴのような真っ赤な色が、鮮やかな色がいいということで、床塗装で出せるギリギリの赤にしました。これもちろん特注色で作ってもらいました。こちらのお客様は車を飾り上げて競い合う、なんて言うんでしょうね、そういう大会のようなもので何回も優勝されているような方でありました。そんなプロフィールをお聞きするときに、あ、だから情熱的なレッドを選ばれたんだなと思いました。あとは工場でオーソドックスなグリーンを選ぶ方もいらっしゃいます。年配の方や年配でなくても工場に憧れている方、自宅のインナーガレージにグリーンを塗ることによって、あたかも整備工場のようにね、な感覚で楽しむ方もいらっしゃいます。このように何色が正解というのは特になくて、何色でもいいんですが、もう初めから決めてる人もいる中で、最後までなかなか決められない方も結構な数いらっしゃいます。なのでご自由に選んでくださいとね、色見本をお見せしてもなかなか決められない方も多いので、このような動画を作ってみました。この動画が色選びに少しでも役立ったと思われましたら、チャンネル登録、グッドボタンを押していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。